はい、ということでですね、今日は飲み動画ということで、はい、うちの妻と一緒にね、この紅型さんという、こちらもう川崎では有名な沖縄料理店さんですね、に来ております。もともと去年かな、2023年の夏に川崎でやってた川崎夜市っていうイベントで、この紅型さんが出店されてて、でそこでまあちょっと飲んだことをきっかけに社長さんと知り合いになり、私生活でもね何度か訪れさせてもらっていて、めちゃくちゃねこの沖縄料理が美味しいので、今日は紹介があったら一緒に飲みましょうということで、よろしくお願いします。シャス。とりあえずなんか頼んじゃいますか。はい。最初はオリオンにしとこうかな。やっぱオリオンかな。それ以外もなんか軽く適当に頼んじゃっていい。ああ、平屋チー。いいよね。平屋チーも食べるか。ね。ちょっと頼みましょう。はい。ありがとうございます。ということで、本日1杯目ですね。このオリオン生ビール到着しましたんで、そしたら今日の1杯目、よろしくお願いします。うわ、まあ震えるうまさ、しみる。やっぱ飲みやすくていいね。そう、でも軽いけど、ちゃんとホップの苦さはあるからさ、やっぱ料理とめっちゃ合うんだよね。そうね。可愛いお箸。じゃあお箸もね、なんか琉球っぽい色。海豆腐丼？で、海ぶどう丼がある。海ぶどう丼か。アーサーそばあるじゃん。ね、美味しそうだよね。俺締めアーサーそばにしようかな。いいね。ちょっと食べてみたい、気になる。これちなみに今日ね、平日お店を訪れてまして、日曜が通し営業か。あ、そうだね。土曜が夜のみで、平日に関しては、昼が1時半までか、1時ラストオーダーで。で中休みがあって夜営業って感じなんですけど。まあ平日だったらね、この辺りランチ食べにかなり人気で、まあ店内もそうだし、あとお弁当か。あ、そうね、もうひっきりなしのお客さんね。そう、ずっとね向こう側でやってるんだけど、まあお弁当自体多分11時からやってるのか。あ、そうなんだね。オープン前からお弁当販売だけはしてたから、本当ずっとひっきりなしでお客さん来てるからね、人気だと思うんだけど。お待たせしました。あ、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。うまそう。来た。これがゴーヤのおひたしかと、フーチャンプルーか。フーチャンプルーっていいよね。いいよね。つまみますか。はい。はい。いただきます。どうぞどうぞ。好きなもの。おひたし。苦いかな。どうだろうね。結構しっかり使ってるっぽいけど。うん、確かにクタクタになってる。ちゃんと塩もみしてない。うん。いただきます。うん、うん。うまい。食べやすい、ちゃんと綿取って。美味しいよね。うまい。あ、うまい。ゴーヤ苦手な人でも割と食べやすいと思う。うん、割と食べやすいね。ちょっとチャンプルいただいていいですか。あ、どうぞ。ちょっとチャンプルいっちゃってください。ふのところと。うん。いただきます。熱そうだな。ちょっと。湯気すごいな。うん。うん、うまい。美味しい。美味しい。ああ、風すごいな。うまそう。大きい風たまんないな。お、いいね。一口いけるでしょ。いっちゃう。うん。めっちゃ美味しいよね。あ、この染み込んだ出汁がめちゃくちゃうまいな。美味しいよね。ちょっともう酒まだ大丈夫？あ、もう頼もうかな。俺もうなくなっちゃったからさ。やっぱ沖縄料理の良くないところって酒が進みすぎちゃう。うん、まだ最初に来た2品がこんだけ残ってますけど、お互い一杯ないっていうね。沖縄の料理ってうまいな、出汁の感じ。うん、でも鰹節をさ、すごいふんだんに入れてくれてるから、うん、すごい美味しい。ああ、ひらやち、ありがとうございます。ありがとうございます。ひらやち来たよ。うん、沖縄のお好み焼きみたいなもんだね。うんうん、言うたらね。じゃちょっと醤油は自分のところでかけようか。うん、そうだね。うん。わあ、うまそう。ちょっとそのままで。あ、そうか、そのまま。俺も行ってみる、一緒に。うん。うん。うん。またこのツナの油が回ってるから、別に単品でも十分美味しい。あ、ない。ハブこっちであげます。ありがとうございます。ハブと普通のハブそんなに色味は変わんないね。じゃあちょっと2杯目も。甘い。まあなんかサイダーっぽい。え？でもねサイダーっぽい。あ、わかるでしょ。何なのその絵は。あ、でも薄めのコーラ。これベロベロになっちゃう。多分飲みやすくてちょっと大変だよね。あります。いただきます。美味しそう。しりしりも来たよ。てか俺も平やち醤油試さないと。醤油？あ、そうね。そうだ、まだお酒来てからって言って我慢したんだよね。やっぱ紅入れた方がいい。あ、絶対入れた方がいい。絶対入れた方がいい。ベースでもうまかったからね。うん。醤油かけると小麦粉感増すわ。あ、そうかもね。でも個人的に普通に塩とかで食いたいかも。あ、確かに。やっぱ沖縄料理って基本鰹だしがほぼほぼ入ってるからさ、体に馴染む味してるっていうか。でもしりしりもしりしりもやっぱうまいな。なんかうまっ。ちょっと家で作った自宅で作ったしりしりとちょっと違うね。かつおだしだけじゃなくてこのツナ缶というか、うまっ。人参史上一番人参食べれる人参だよねこれ。これにしたらいくらでも食べれるよね。お腹のセーブ始まってるでしょ。考えてる、後のことをちょっと。このペースでガンガン食っていくと締め食えないもんね。食べるものは決めてるから食べれたらね。うまい。じゃあすみません、ザンパーコーヒー割りでお願いできますか。はい、それ2つでお願いします。はい、ちょっと3枚目には沖縄らしいやつで。3杯目コーヒー割りに今自動的に入ったなと思った。いや俺青森飲めないんだけどさ、基本的に得意じゃないんだけど、コーヒー割りにするとさマジで無限に飲めちゃうのよ。飲みやすいって聞くよね。私多分飲んだことないんだよな。くっちゃうまいし飲みやすさもすごい。ありがとうございます。いやこれが今注文したザンパの白のコーヒー割りだね。ちょっとじゃあ先行く？じゃあ一口。あ、青森の匂いする。匂いする？あ、するわ。全然青森だわ。でも飲みやすいけど青森で味は全然。俺この前のは黒かも。黒の方が飲みやすいかも。こっちは青森感あるんで。でも俺基本的に青森得意じゃないけど、でももちろん全然これでも普通に美味しく飲める。俺もしかしたら沖縄行ったりとか、あとこっちでも飲む機会もあったから気づかぬうちに青森好きになってるのかもしれない。うまいぞ。青森感はあるんだけどね。いや全然ある、あるんだけど飲みやすいね。これ最初にやった人すごいよね。いやよう混ぜたよね。よう混ぜたよね。やばい、この第一陣たちで結構ふわふわしてきてる、もうすでに。俺も酔っ払ってるよ。そこの方はめっちゃ青森だった。ここから結構決まってくるから気をつけてね。はい、失礼します。あ、あります。はい、ありがとうございます。あとすみません。はい。ジャンパの黒のコーヒーを。はい。チキナー来ましたよ。小皿買よ。俺大好きなの。大好きなやつね。これめちゃくちゃ好きなの。まあチキナーってからしだなのかな。これがね、うまい。私食べたことないかも。初めてかもしれない。初めてのチキナー。チキナーで。いただきます。これは美味しいよ。美味しいでしょ。むちゃくちゃ酒の味するでしょ。ありがとうございます。すいません。でちょうど俺もじゃあおかわりの残波黒来たから。一回これ飲もうか。ああまろやか。そう。泡盛感はあるけど、その酒感はもっとまろやかかも。黒の方が。あんまもうダメ。酔っ払ってんな。ちょっとチキナーとね。うまい。うまい。うん。ただね、合わせるのはコーヒー割りじゃないかも。違うかも。これはね、あくまでこう飲みやすくてさ、酒だけで飲む時の酒かな。あ、そうだね。つまみはそんなにっていうか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、もずく天いいなこれ。てかもうもずくが入ったかき揚げだよね。うん。どうぞどうぞ。揚げたての方が美味しいから。ね、沖縄だとね、テイクアウトが結構主流でさ、だからみんな買いに行ってるよね。なんか天ぷら屋さんに買いに行くっていうイメージあるよね。うん。いただきます。食べてください。そのまま。熱い。熱い。そんなチーム。うまい。ちょっと俺も食べよう。めっちゃ美味しい。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。うわ。うん。何これ、めっちゃうまい。これうまいな。めちゃくちゃうまい。何これめっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しいんだけど、なんかもずくのさ、このぬるぬる感独特の、そのおかげでちゃんと火が入ってるのに生地がレア感というかぬるっとする感じが、それもずく天の良さだよね。うん、すげえうまいわ。うわ、うまっ。俺ちょっとダメだ今1位。あ、ほんと？うん。あー、めちゃくちゃうまいわ。ビールのチェイサーに残波コーヒー飲みたい。チェイサーじゃない。だ、飯をつまむときはお料理飲んで。ただのちゃんぽんだよね。どういうこと？ちょっと手伝い始めていただければ。この後食べれなそうな気がしてきた。なるほど。気がしてきた。ちょっといただきますこれ。はい。ありがとうございます。来ましたよ。俺の大好きな紅芋と鯛芋のコロッケだね。紅芋知ってる方は多いと思うんだけど、鯛芋知らない人多いと思うんだよね。食べたことないでしょ鯛芋。鯛芋ないんだけど、今見た感じだけどタロイモっぽいんだよね。ああ、はいはいはい。仲間なのかな。ちょっと詳しくわからない。でも食べたことはない鯛芋っていうのは。まあ食べれたら食べてください。食べれなかったら俺食べますんで。じゃあ鯛芋から。鯛芋からそのまま。人生初だよね。うん、多分初めてだと思う。うん、うん、これは美味しい。美味しいよね。めちゃくちゃ美味しくてほんのり甘くて、うん、美味しい。俺も鯛芋いただこうか。あ、めちゃくちゃうまい。あ、めちゃくちゃうまい。あ、しかも今日のは俺がこの前いただいた時よりもちょっと甘い。あ、そうなんだ。うまっ。ほんと食感とか風味はじゃがいもと里芋のいいとこ取りで、ほんのりさつまいもっぽい甘みもちゃんとあるし、うわ、これうまっ。ちょっと紅芋。うん。うん。紅芋だ。美味しい。美味しいんだけどね。美味しいんだけど。鯛芋の圧だと。鯛芋の爆発力がすごすぎて。美味しい。そしたらもうさ、食べれるんだったら締め頼んじゃうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあ僕が頼んだ締めの石豆腐そば来ましたけど、出来たて食べて、一番美味しい状態を食ってください。うわうまそう。うわうまそう。もうめっちゃいい匂いするもん。もうこの湯気だけですごいいい香りする。じゃあ俺もこれ一緒に食べよう。うまそう。あ、いい香りするね。うまー。うん、うまい。うん、うん、美味しい。この沖縄そば独特の歯触りというかね、うん、歯切れと。でもしっかり大豆の味するし、うん、美味しい。ゆしの味と、かつおの美味しさと。うまい。うまいね。うん。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これがポー玉か。こっちがちゃんぽんか。ちゃんぽん多いな。多いね。うん、かぶりついちゃうね。うん、手で。うん。美味しい。うまい。うん。いや、ちょっと一つちょうだい。全然食べて、いっぱい食べていいよ。いっぱい食べていいよ。うん、優しいよね。なんかポークのこのちょっと塩味がふわってくるぐらいで、卵とか優しいほんのり。ちょっと甘いね。俺このポー玉の方が好きかも。今まで食べた中で。うん。うまそう、ちゃんぽん。うまいよ、これ。いただきます。うん。うん、うまいな。シンプルなこの定食会の味って感じだよね。うま、うん、うまい。うん。あ、また紅型さんのちゃんぽんはニラが入っててさ、しっかり。ああ。この味優しいんだけど、ニラの香りがパンチというかアクセントにちょうどいい。うん。ああ、うまかった。うん。ごちそうさまでした。こっちサビタン。ということでですね、本日はこちら沖縄料理、本当にですね、現地と同じ、こっちの沖縄料理風ではなくて、現地の味がねそのまま味わえる最高の沖縄料理店紅型さんでですね、美味しい料理と美味しいお酒いただきましたけれども、一駅ね川崎から離れた鶴見であれば、沖縄の方がやっている現地のね沖縄料理店も多いんですけれども、川崎の方に来るとなかなかね、本場の沖縄料理店をいただけるようなお店が少なくてですね、その中でもこの紅型さんというのは、この川崎でね本格的な現地の味とそのままの美味しい沖縄料理がいただけるお店となっております。ぜひですね、この川崎の方で沖縄料理食べたいなと思っていただけましたらですね、この紅型さんで美味しい料理食べていただきたいなと思いますし、現地でしか馴染みのないね、タイ語だったりとか、その他ね本当の本格的メニューありますので、食べたことないよっていう方は尻込みせずに、そういったね料理も率先して注文していただければと思います。はい、ということでそんな感じかな今日は。そうだね、うん、でも今日食べたのは、本当万人美味しいって言えるぐらい美味しかったから、多分、そんなハードル高い料理はないんじゃないかな。というかそもそも、いわゆる沖縄料理ってそんなに実は食べてみるとハードルが高いような、食べにくい食べ物ってないと思ってるから俺は。味はね、見た目は抜きだよ。見た目は抜き、手びちとかね、ちょっとうってなるものはあるけど、味としてはすごくこう万人受けするような食べやすいものが多いので、知らない料理でもとりあえず頼んでみて、一回ね、そう、メニューにもね写真載ってるから飲みやすいと思う。まあ一回ちょっと注文してもらって、なんかいろんな自分の知らない沖縄料理の良さをね体験してみてください。はい、ということで今日はそんな感じでゆるく終わりたいと思います。お邪魔しました。はい、安心や。